こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー133です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。132と133の違いです。横から見ると違いが分かりやすいと思います。風船のペンダントを作ります。ダイソーやセリアで販売している ステンレスストローを使います。使用するタングステンです。このタングステンのことは動画131の11分25秒から紹介しています。動画ナンバー7で紹介しているきなりガラスファン式バーナーを使います。1000枚同士にろうそくを塗っておきます。2色で作ります。タングステンに CX88 を巻き付けます。 タングステンの先端がガラスから出ています。132の時はタングステンの先端はガラスから出ていません。元の映像に戻ります。直径はおおよそ20ミリです。土台を固くしておくと細引きをスムーズに貼り付けることができます。8本線をつけました。1000枚同士で中心へ寄せます。 先端をつまんで取り除きます。タイマーがスタートします。タングステンを回転させながら溶かします。炎の中でゆっくり回転させます。溶かしすぎないように、時々炎の外に出してください。2分20秒で模様は完成です。細引きガラスを接続したら、タングステンを熱して抜き取ります。 47秒でタングステンが抜けました。タングステンをカトラリーレストに置きます。ピンセットでつまんでガラス棒を回転させます。この作業を繰り返して渦巻き模様を整えます。ピンセットを冷やすとガラスが簡単に折れます。 ガラス棒を接続します。渦巻き側のガラス棒をタイルカッターで切ります。残ったガラスを取り除きます。模様を確認します。タングステンのガラスを外しておきます。CS11 をつけます。最初に少しつけます。その後、追加して増やします。 溶かしますタングステンとガラスがよく温まっている状態ですこの状態にしておくと穴が簡単に作れますタイマーがスタートしますタングステンに炎を当てながら差し込みます炎の外に出してぐるぐる回すと穴ができます先ほども言いましたがガラスとタングステンがよく温まっている状態で炎から出すことが重要です 34秒で穴ができました。ステンレスストローです。穴のサイズを確認します。お互いを温めたら、ステンレスストローを差し込みます。しっかり差し込んでください。反対側をタイルカッターで切ります。残ったガラスを取り除きます。 全体を溶かします。炎から出して空気を入れます。空気を入れすぎてガラスが薄くならないように注意してください。薄くしてしまうと次の工程で風船がしぼんでしまいます。細引きガラスを接続したら、ステンレスストローを赤くして抜き取ります。 24秒で抜き取りました。CS11 を追加します。最初に少し付けます。その後追加して増やします。ループを作ります。ニッパーで切ります。ピンセットで伸ばしたら先端を接触させます。溶かします。 千枚同士で穴を整えます。ろうそくの効果で滑りが良いです。細引きガラスを接続したら、反対側の細引きガラスを外します。細引きガラスを少し温めて接続します。軽く接続します。仮付けです。タイマーがスタートします。 ループ側の細引きを外します。外した部分を溶かします。17秒で炎から出しました。30秒でパーライトに入れます。仮付けなので簡単に外れます。90分後に取り出します。寸法です。完成品です。 仮付けの跡があります。仮付けの跡を消す方法は、動画132にあります。パイプについたガラスを取り除きます。水につけて取る方法はお勧めしません。水につけた後、次の作業に入るために炎に戻すと、高温の蒸気が発生します。 ピンセットでガラスを取り除く方法をおすすめします。パイプのガラスをピンセットへ移動させる感じです。私は1本のピンセットをガラス取り除き専用にしています。左側は動画132で作ったものです。両方とも仮付けの跡が残っている状態です。 先ほども言いましたが仮付けの後を消す方法は動画132にあります。動画131、132、133で作ったものを並べました。これで動画ナンバー133を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。